会いたい。オイストへようこそ。科学の世界では身の回りのことを調べるためにたくさんの機械を使います。代表的な機械がこちら、顕微鏡です。ですが、小さいものを大きくしてみたいときにこのような立派な顕微鏡は必要ありません。これを使えばとっても簡単に顕微鏡を作ることができるんですよ。必要な道具はこちら、ペットボトル、グラスビーズ、無色のセロハンテープ、画鋲やドリルなどの先が尖っているもの、カッターナイフ、ハサミ。鋭い道具を使うので怪我をしないように注意しましょう。使うときは必ずお父さん、お母さんや先生と一緒にやりましょう。まずはじめにペットボトルの蓋を取ります。中身は美味しくいただきましょう。そしてカッターナイフに気をつけながら蓋の裏側の縁の部分を切っていきます。蓋の外側を切らないように気をつけてください。もちろん指も切らないようにね。次は画鋲かドリルを使って蓋の真ん中に穴を開けましょう。蓋の下には柔らかいものや乾いたスポンジを引いて行うとやりやすいですよ。さて、これでグラスビーズをはめ込む準備ができました。ここはとても大事な作業です。このビーズをはめ込むことで見たいものが拡大されて見えるようになります。ガラスビーズの大きさによって見たいものの拡大率が変わります。ビーズが小さければ小さいほど大きく見ることができますよ。ビーズを穴に置いてテープで押さえます。OK。 次はペットボトルを使って作業していきます。顕微鏡を作るためにはこの部分だけが必要なので、ここは切っていきましょう。ペットボトルのカーブ部分から約1センチぐらいの箇所に印をつけていきます。続いてペットボトルの縁をカッターナイフで切っていきます。ゆっくり気をつけながら作業することを忘れないでくださいね。次はサンプルを置くためのステージを作ります。セロハンテープをペットボトルの上の部分にピンと貼り付けていきましょう。きれいにサンプルを見るためにもセロハンテープを平らに貼り、なるべく指紋をつけないようにしましょう。もう少しで完成です。サンプルを乗せるための台を作っていきますよ。ハサミを使ってペットボトルの下の方を四角く切りましょう。蓋の部分にはまるくらいの大きさで大丈夫です。完成です。花粉の粒や塩などあなたが見てみたいサンプルを選んでみましょう。小さければ小さいほどいいですよ。サンプルを台の上に乗せて上からセロハンテープで固定します。そして顕微鏡のステージにサンプルを置いて蓋をします。顕微鏡を持って光にかざしながら覗いてみましょう。こんな感じです。さあ、あなたもミクロの世界を体験してみましょう。自分だけのペットボトル顕微鏡を使っていろんなものを見てみてね。